こんにちは、レオです。今年の初めに本を読むぞっていう目標を立てた方で、今その習慣が根付いていない人、素直に手を挙げてください。今手を挙げた人、僕も同じなんで安心してください。本を読む行為ってなかなか定着しないですよね。で、なんで根付かないか僕自分なりに考えてみたんですけど、一つは時間が取れないっていうことで、もう一つはいざ本屋に行くとどの本が自分のためになりそうかっていうことで悩んじゃうっていうところの、この二つが大きな要因なんじゃないかと僕の場合は思います。で、来年僕はですね、この課題をオーディブルっていうサービスで解決しようと思っています。オーディブルとはアマゾンが提供する本を聞くことができるサービスです。本を買って自分で読むっていう代わりに、その書籍を朗読された音声を聞いて理解することができるっていうのが、このサービスの最大の魅力なんですね。要するに、忙しくて本を読む時間がない人でも、移動時間とか隙間時間に気軽に本の内容に触れることができるっていう、ここがオーディブルの魅力です。で、オーディブルは月額会員制のサービスで、この動画制作時の月額基本料金は税込み1500円です。そしてこの金額の中に自分で選べるオーディオブックが1冊と、オーディブル側がセレクトする月替わりのボーナスタイトルが1冊の、合計2冊分の書籍を聞くことができます。オーディオブックの種類はビジネス書、自己啓発、小説、洋書など様々です。それからビジネスとかニュース、あとお笑いなど、いろんなジャンルのポッドキャストも聞き放題になります。ちなみに新規登録だと最初の1ヶ月間が無料になるっていうトライアルもあります。で、目を使って本を読む行為って濃密ではあるんですけど、他のことあんまりできなくなっちゃいますし、まとまって本を読む時間を確保するってあんまり簡単じゃないですよね。まあ、でも本を聞くのであれば、何か他のことをしながらでも効率的にインプットしたり楽しんだりすることができます。で、個人的にこの本を聞くっていうコンセプトが気になっていたので、今回1週間かけてオーディブルをしっかり使ってみることにしました。で、今回のこのお試し期間の中で僕が一番はかどったと思ったのが、ジムでのワークアウト中の聞く読書でした。で、ジムと読書って本来は全く共存し得ないことだと思うんですけど、聞いて理解することができるがゆえに、今回は両方が成立しました。で、ワークアウト中にオーディブルを使うメリットは2つあるなとやってみて感じました。1つは効率的な時間の使い方です。体を鍛えるときに使うのは主に全身の筋肉の部分なんですよね。なんですけど、一方で聞く読書で使うのは主に耳と脳の部分です。てか使う場所が違うので、マルチタスクが成立しちゃうんですよね。ダンベルやりながら、聞いててもお互いがちゃんと成立するというような感じでした。これが普通の読書の場合、手を使ってページをめくらないといけないので成立しませんよね。これが聞く読書ならではの効率的な時間の使い方だと思いました。で、もう一つ感じたワークアウト中の聞く読書のメリットは、本の種類によっては、普通に読むよりも頭に入ってくるっていうことです。今回試しにベストセラーのファクトフルネスっていう本を聞いてみたんですけど、実はこれ以前は Kindle で読んで僕挫折してるんですよね。すごく中身の濃い本なんですけど、数字もたくさん出てきて、なんか読んでると面倒になってきちゃったりとか、ちょっと眠くなっちゃったりして、どうしても先に進めなかったんですね。でも今回運動しながら聞くことで頭が冴える感じがして、すんなり入ってきました。運動すると頭が冴えるっていうのは正式な研究でも提唱されている事実なんですよ。例えば2018年に筑波大学が発表した研究では、10分間ペダルを漕ぐだけの軽い運動をするだけで脳の記憶システムの働きが良くなったっていう研究結果があるんですね。実際僕自身の経験としても、昔から考え事とか頭を使うことをするときに体を動かした方がスッと整理できるっていう自覚がありまして、で、今回もそういう自分に合った頭の使い方ができたんだと思います。もちろん個人差があるとは思うんですけど、こういう運動しながら頭を使える方法としてオーディブルは魅力的だなと思いました。なおですね、運動中にオーディブルアプリのいくつかの機能が便利だと思いました。例えば15秒前に戻る操作っていうのは、スリープ画面でもワンタップで操作できるので、
聞き逃しにも焦らないで済みました。それから右下のブックマーク機能を使うと後から聞き直すこともできます。唯一ね、聞き読書の欠点が聞き流しによって内容が抜けていってしまうことだと思うんですけど、ブックマーク機能があれば、振り返ることができるのでそこは助かりました。あと倍速再生機能もついてます。 0.5 倍速から 3.5 倍速までかなり再生速度の自由度が高いので、なんかもっと早く聞きたいなとか、もっとここはしっかり聞きたいなとか、自由自在です。ちなみにね、ダウンロードしとけばオフライン再生もできるので、運動中にずっとデータ消費しなくても済みます。ってことで、僕の場合は毎週末ジムに行く習慣があるので、その時の習慣の一つにオーディブルを追加すると自然に読書量が増えるんだなというふうに気がつきました。しかもインプットの質も高められそうです。計算してみると、ジムへの行き帰りとか着替えの時間を合わせて2時間ぐらい合計でジムの1回あたりかかってるんですね。オーディブルにある本で個人的におすすめのスタンフォード式最高の睡眠という本があるんですけど、これが通常の朗読速度だと5時間40分あるんですけど、 1.5 倍速くらいで聞けば2週間分、約4時間分のジムタイムで1本1冊聞くことができます。ということで、後半の2週間でもう1冊オーディブルからのおすすめの書籍を聞けば、1月で2冊消化したことになります。これだけで年間24冊ペースっていうのは僕的には革新的です。何せ思い返してみると、多分今年は10冊読んでないと思います。お恥ずかしい。それにね、ある程度セレクトされたベストセラーから選べるので、迷わないこともオーディブルの利点だなと思いました。今オーディブル化されている中でもビジネス系のベストセラーで良さそうなものがいろいろあるので、それ一つずつ聞いていけばあっという間に1年間終わってしまいそうです。ところで余談なんですけど、僕は毎年新しい習慣を試して自分をアップデートしていくことが大事だと思ってます。で、2021年は年初からパーソナルジムに通って肉体改造して約5キロ2ヶ月でかな絞って、それ以来ジムに通う習慣っていうのが1年身についたんですね。で、こうやって1年に1つずつでも新しい習慣を身につけて自分をアップデートしていくと、積み重ねでスーパー人間になれると思います。で、新しいことを始めるのに新年っていう区切りは大事だと思うんですけど、個人的におすすめしたいのは年末のうちに新しい習慣を始めてみることです。新しいことって自分に合うかどうかわからないので、年始にいきなり始めるとそこでいきなりつまずいてやる気がなくなってしまったりします。そうすると次の機会は翌年の1月になったりしちゃいます。で、やりたいと思うことがあるのであれば、何も年始を待たなくていいので、年末にテスト期間を設けるのがまずいいと思うんですね。そうすると自分がやりたいことが本当にイメージ通りか身をもって理解することができます。自分に合えばそのまま年初からやればいいし、もしダメなのであれば別のことに挑戦する時間が取れるっていうのが年末スタートのいいところです。で、今回このタイミングでオーディブルさんから声をかけてもらったのは、僕にとっても生産性向上をテーマにしているこのチャンネル、そして視聴者さんにとってもとてもいいことだったなと思います。まさに今12月なので、一旦みんなで試してみて、もしラッキーで各々のスタイルに生活様式に合うのであれば継続していけますよね、来年から。なので来年はね、最低12冊の本を聞くことができるという計算になります。本当かな？もちろんこの動画を後から見る人もいると思います。で、大事なのは年始からとか誕生日からとか、そういう区切りから始めようというのではなくて、気になったタイミングですぐに試してみて、合うと分かったものに目標を立てて本格化するタイミングを区切りに合わせるっていう、そういう考え方かなというふうに思います。個人的にはオーディブルで言えば最初の月は体験で無料なので、まず始めてみるっていうところにぴったりのサービスかなというふうに思います。ということでまとめていきます。本を読むっていうことを目標にしてる人って結構多いですけど、一つ俯瞰で見ると、本当は本を読むのが目的じゃなくて、こう知識を取り込むことが目的であるべきだというふうに思います。だからこう読むのが定着しないのであれば、聞くことで目標を達成してもいいんじゃないかなと思うんですね。あと月額1500円なんですけど、これが高いか安いかでいうと多分僕は安いんじゃないかなと思います。ラインナップで見るとベストセラーになったファクトフルネスとか、人は話し方が9割とかあるんですけど、前者は Kindle で買うと1900円で、後者は Kindle で1540円なんですね。このあたりの耳にしたことがある名著から
月に1冊ずつ選ぶだけで、その時点で情報としてお得ですし、それをプロの声優さんとかナレーターさんが朗読までしてくれているわけなので、まあ、さらに1500円っていう金額を定期的に払うと、あの塾の月会費みたいになって自分もコミットできるようになるので、諸々の価値を考えると、まあ、本気で今年は本に触れようとか来年本に触れようっていうふうに目標にするのであれば、全然割安な投資なんじゃないかなとさえ思います。ちなみにオーディブルは2021年12月14日火曜日までの間、アマゾンサイトからの新規会員登録で2ヶ月無料になるキャンペーンを実施中だそうです。ということで、概要欄にもろもろリンク貼ってあるので、気になる方はね、ぜひ一度サービス紹介見てみて、実際に試してみて、まあ、僕もね、あの来年というか、まあ、これからやってみようかなと思いますので、まあ、一緒に始めてみましょう。ということで、まあ、新しい、生活習慣というかスタイルの提案と、あと、まあ、オーディブルというサービスの紹介になりました。楽しんでいただけたら幸いです。でソーシャルメディアは Twitter、Instagram、ノートやってます。全部レオトワヤマでやってるので検索して探してみてください。このチャンネルも今後ともぜひよろしくお願いします。そんな感じで本日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。